子もお母さんも喜んでくれてよかったです。お母さんの前であのネタせがまれるのは勘弁してほしかったですけど。歌唱ってばほんと世話焼きよね。昼間のケーキライブサービスしてたでしょう。めいちゃんだっていいリーフ出してたくせに。私は歌唱さんが優しいの好きですけどね。ま、あんたの店だし私も反対はしないけど。ショコラちゃんもバニラちゃんも歌唱さんが好きなのわかりますよね。それにしてもココナッツは単純だからわかるけど、あの小豆までね。憎まれ口ばっかり叩きながらあんたの前では頬染めちゃってさ。はぁ、恋って素晴らしいですね。あのアズニャンがトロトロになってるのを想像するだけで。あらあら、子犬子4匹もはべらしてる人は余裕ね。その包容力がポイントなのかしら。そう言ってるめいちゃんもまんざらでもなかったりして。私は恋愛とかそういう他人に依存する系はごめんだから。私は私が一番だしね。めいちゃんは相変わらずクールだね。何が？歌唱さんはいつも周りを見てる印象はありますけど、歌唱さんもそんな時期があったんですか。意外です。肯定されることないからなんか微妙な気分ね。歌唱ってば顔も性格も悪くない割に道理で彼女の一人もいないわけね。自分が一番じゃ難しいわけだわ。でもでもストイックに夢を目指してるのも魅力的ですよ。まっすぐな生き方っていうかブレない感じっていうか。あ、じゃあ似た者同士ってことで姉ちゃん恋猫に立候補しちゃう？おあいにくさま、恋猫が3匹も4匹もいる節操ない男なんてごめんなわ。だったら、めいちゃんだけならありってことかな？かな？しつこいわね。いい加減にしないと怒るわよ。きゃーん。怒るならソフトに怒って。
私は妄想癖のあるメス猫ですから。分かってんなら直しなさいよ、もう。はーい、善処します。夢にまっすぐ、別に、何でもないわ。それより、とっとと戻らないと、また小豆がうるさいわよ。また出前ついでにサボりやがって、ってね。わあ、いいですね。私、クレープが食べたいです。クレープ？そんなのお菓匠に作ってもらえばいいでしょ。作れないの？じゃあ、菓匠さんのクレープでお願いします。じゃあ、私、チョコバナナにアイスつけてね。大丈夫ですよ、菓匠さんが作ってくれるものなら。そうそう、愛しの恋人の手作りなんだからね。猫たら。ご主人様、ご主人様、